なんかな、あの人が急にな、スーツ買わなあかんって言うてな、シュッとした服いるねん言うてな、暴れたはったんえ、いやえらい急にどないしたん、なんかあったん言うたらな、面接行かなあかんって言うてな、あわあわしてはるん、ほな買いに行ったらええやんか言うたらな、服買いに行く服があらへん言うてな、だらけてはったんえ、いや辛気臭いこと言わはるわ、その辺のシャツでええやんか、手洗いしよしアイロンしよし、これ着て行きよしはよしよし、スーツってどこで売ってるん言うたら、知らん言うから、スリにシュッとした服やどこや言うたら、イオンにスーツ屋がある言うから、ほれみイオンやないでイオンやで、適当な服でかまへんえ言うてな、あの人連れてイオンに行ったんえ、喋りすぎてへん堪忍へ、押したらな、イオンがな、えらい広うて服屋だらけやんか、端から端まであっちゃこっちゃ、えらい遠うてくたくたやんか、そやのに一個も見つからへんねん、シュッとしたスーツ屋あらへんねん、もうえらなったしどっか座ろう、さっき昼食べよってなったんへ、ご飯屋さんも容器あるやんか、そやけどどっこもパンパンやんか、入れるとこ一個もあらへんよ、よう見たらどんつきに一個だけ入れそうな店があったんえ、赤い塔のご飯屋があったんえ、料理屋さん、いやーええ匂いやわ、おいしそうやなー言うてな、うちら頼んだんえ、スンドゥブ赤てな、辛うてな、汗だくになってしもうてな、おいしいわ元気出るわ言うてたんやけどな、あれキムチ入ってるやろ、ほれニンニク入ってるやろ、気づいたら息がほれ、いやえらいニンニクの匂いしてるわ言うてな、今からスーツ買わなあかんのにこんな匂いさせてたらお店入れへんわ、いやえらいことになってしもた言うてな、スーツ屋行く前に口なんとかせな言うてな、大騒ぎやったんえ、せやしな、地下降りてな、パックのヨーグルト買うてな、ガップガブ飲んだんやけどな、そんなんで匂いは落ちひんわな、ガム買うてな、めっちゃ噛んだんえ、あかんなあ言うてたらな、ふっと見たらあれや、とうとうスーツ屋見つけたんえ、えらいシュッとした店やったんえ、あーここやったら安城へ服見繕ってくれはるやろ思ったんやけどな、うちらヨーグルトのパック持ってガム噛んでニンニクの匂いさせてるやろ、こんなんでシュッとしたスーツ買うたりできるやろか、シュッとした店のシュッとした人に頼めるやろか思ったらな、なんやえらい恥ずかしなってしもうてな、結局シュッとした店入れへんかったんえ、シュッとしたスーツ買えへんかったんえ、せやけどあっこで呼ばれたスンドゥブほんま美味しかったわー。